フェデリコ・カプリリ、フェデリコ・カプリリは、イタリアの騎兵将校、馬術家である。近代馬術の元祖と言われる存在で、19世紀末の軍隊馬術において一大改革をもたらした。1868年4月8日、リボルノ県で生まれる。1881年に、フィレンツェ陸軍幼年学校に入隊。1886年に、 モデナの陸軍士官学校騎兵科入学。彼は183センチメートルの長身だったが、胴長のため、当時はあまり騎兵に適していないと評価されていた。その後、ピネロロ騎兵学校へ進学したが、馬術のレベルは普通であり、むしろ体操と剣術において優秀であった。1892年、トルディクイント文校の野外騎乗課程へ進学。 1893年ローマの馬術大会で1 4 0トルを飛び越して優勝。この当時の障害は110から1 1 5トルであり、また、ローマの大障害競馬にもよく出場して何度か優勝した。カプリリが考え出した乗り方や馬の調教法は、その名にちなんで、カプリリ方式、イタリア方式とも呼ばれ、馬の自然な動きを尊重したことから、 自然馬術方式とも呼ばれている。それまで各国の騎兵隊は馬場馬術の乗り方であった。馬場馬術は王侯貴族が宮廷の中庭で人に見せるために行っていた踊りのような馬術で馬に要求する姿勢や運動内容は人工的なものであり、馬は不自然な体制を強いられていた。時の流れとともに騎兵の行動は高速で山野を駆け巡ることが多くなり、 バババ術の乗り方では、人馬共に疲労。特にイタリアは、馬産国ではなかったので馬の消耗を極力防ぐことが重要であった。カプリリはバババ術特有の馬の収縮、屈討姿勢を廃止し、第六をやめて、水力使用を基本とした。そして馬の自然な運動体制を最も尊重し、それに合わせる乗り方を始めた。そして、速歩、駆け足では、 前方キザで乗ることとした。これには、馬の弱点である腰への負担をかけないためという大きな目的があった。この乗り方は新兵を教育するのにも最も簡単な方法であった。カプリ・リーは、草案した馬を自由に走らせたり、自由飛び越しをさせたりしてその動きや馬の心理もよく、観察、研究した。そして、以下の点を調教の基本とした。 この障害飛び越しにおいてカプリリは試行錯誤を繰り返し状態を前傾して手綱を伸ばしてやることによって馬が楽に飛び越しできるようにした最初の人物である。しかし彼はこのやり方を確立するまでに約400回も落馬をし、ある時は全治6ヶ月の大怪我をしたこともあると言われている。カプリリの努力により世界中の馬たちが苦痛から救われ、 騎手たた。ちもスムーズなな飛び越しができるようになっ1894年にはトルディクインとの教官に任命され、1896年から彼が考案した新しい馬術を教え始めた。1898年ではハイジャンプ競技で 160cm 飛び越して優勝し、1901年度競技で 185cm 飛び越して優勝。 1902年度競技で2 0 8トル飛び越し、幅飛び競技で6 5 0トル飛び越して優勝した。1904年にピネロロ騎兵学校教官となる。フランスのソーミュール騎兵学校で彼の新しい乗り方を公開した。この頃になってイタリア陸軍当局はカプリリの異業と名声を理解するに至ったが、1907年12月6日、 トリノにおいて起乗して、後遺症によるものか散策中にふらついて落馬し、頭部を強打して死亡した。去年39歳。カプリリが生んだ自然馬術方式により、1920年から1930年にかけてイタリアは国際競技において他国を圧倒した。イタリアの公式派遣チームは、1930年度においては、ローマ、ニース、ブリュッセル、 ワルシャは、アーヘン、ルゼルン、ダブリン、および、ジュネーブの8大国際馬術競技に参加し、どの競技会においても優勝国商店、またはこれに似た名称の国際団体賞を獲得した。これら8大競技中優勝国商店を獲得すること6回、他の2回はスイスに1等を許したが、それでも、第2等を下ったことはなかった。イタリアチームは、フランス、スイス、ベルギー、 アイルランド、ポーランド、チリ、チェコ、ルーマニア、ドイツ、イギリス、スウェーデンのチームと優勝国賞転送脱戦を34試合行い32回勝利した。さらに個人的に各地国際馬術競技に参加したイタリア選手が発揮した技術は驚異的であり、本国以外の各地で総計202回の勝利を得ている。当時ドイツの代表的選手だった。 魚ルズ白爵は遠征期の中で、イタリアチームが優勝するだろうということはすでに、事前から誰にも明らかなことであったが、彼らが、目の当たりやすやすとして、卓抜なる技量を発揮し、活動どうたる様式をもって、優勝を成したときは、誰しも予期していたことであったにもかかわらず、人々をして、学前たらしめた年、さらに、優に2万に及ぶ慣習は等しく、彼らイタリア選手は実に、 世界第一にして、かつ最も勇敢なる機種であるとの折り紙をつけたと、記している。ありがとうございます。